サー・スタンリー・ラウスは国際的に活躍したイングランドの元サッカー審判員であり、フットボールアソシエーションの理事及び国際サッカー連盟の第6代会長を務めた人物である。オランダのベルンハルトをイと元々ワトフォード・ボーイズ・グラマースクールの体育教師だったラウスは皮肉にもその学校での主要競技をサッカーからラグビーに変える役割を担っていた。 ラウス自身の選手歴はアマチュアレベルのゴールキーパーに止まったが同時に国際審判として36の国際試合で審判を務めた。競技生活から引退した後彼は管理職へと転じた。1934年から1962年にかけてフットボールアソシエーションの理事職を務め、さらに1961年から1974年の間、 国際サッカー連盟の第6代会長の座にあった。1974年7月11日に会長職を退く際はフィファ名誉会長に推挙された。ラウスのサッカーに対する貢献として特に著名なものに1938年のサッカールール改定が挙げられる。これはルールをより単純で理解しやすいようにしたものである。短命に終わったラウスカップは 彼の名にちなんでいる。1986年に91歳で死去した。遺体は、記事の村にほど近いノーフォークのサッカー場に散骨された。ありがとうございます。